舞台文豪ストレイドッグス三者定立公式サイトをご覧の皆様こんにちは。中島敦役鳥越勇輝だぞ。はい、というわけで扮装してみて久しぶりですよ。本当にね、衣装を初めて通した時と変わらないぎこちなさで来ましたね、衣装をね。本当にあ、こうなってたんやとか。でもちょっと染みついてますよね、あの時の熱が、あの時の初演の時の熱がもう伝わりましたよ、来て。本当に本当ですよ、これは本当ですよ。あの時の鳥越の汗が、いや淳の汗がこうね会を見れましたよ。はい、本当に久々に通してやっぱね、三者定立ですよ。苦労を経て三者定立、いろんな思いを背負ってね。やっぱ僕は正志さんの思いをまた引き継ぎ、そして次の舞台にぶつけたいなというふうに思っております。ぜひね、三者定立、本当いろんな箇所で公演できますので、ぜひ劇場にお越しください。そして熱いメンバーも増えましたので、すごい大きなカンパニーになりました。ぜひ劇場に来てください。ということで、舞台文豪ストレイドッグス三者定立は2019年6月4日から9日まで岩手北上市文化交流センター桜ホールにて、そして14日から16日まで福岡久留米シティプラザにて、そして21日から22日まで愛知でありますよ、愛知名古屋市公会堂にて、27日から30日まで大阪森の宮ピロティホール、そして7月3日から10日まで東京日本青年館ホールにて上演いたします。皆様、熱い舞台をぜひ目の当たりにしてください。劇場で待ってます。